日に迫った朝倉未来プロデュースの1分間格闘技ブレイキングダウン7ブレイキングダウンで緊急事態が発生した。出場予定だったラッパーのサトル25が18日自身の YouTube チャンネルで何者かに襲撃されましたと報告。顔面包帯姿であちこちに瘤、血の跡も確認できる。サトルは誰の仕業かまだわからないと切り出し、 BD のほかレペゼンフォックスがプロデュースする炎上万博 MC バトルイベント選挙区幕バトルなどの出演スケジュールがキャンセルになると伝えた。サトルは2日前にブレイキングダウン7当日屈強なボディーガードを10名募集する金畑区さんあるとツイッターに意味深な投稿すれば前日には組織に命を狙われていると動画で語っていた。この日の BD 前日計量もドタキャンしたため予定されていたテルとの一戦は中止に。朝倉は18日夜自身の YouTube チャンネルを更新し、テル君にも申し訳ないし、この試合を楽しみにしていた方にも申し訳ないと謝罪した。一方で襲撃されたと訴えるサトルについては、連絡が取れない状態なんでね。YouTube 上げてるのに、なんで連絡でないんだよとは思いますけどね、正直。YouTube 上げてる時間あったら、まず運営に人とし、転落してくるのが筋だろとは思いますと苦言。テルは、サトルさんと、またやりたいですとリクエストし、たが、朝倉は、いや、運営として出すかどうかはわからないです。連絡するじゃないで、すか、欠場って。そんな甘くない。いつでも出れるような立場じゃないのでと突き放した。その上で、ブレイキングダウンって他の団体と違っていろんなことが起きるんですけど、修正していったり、変わってゆく。サトル選手については何にも言えない。注力全員が成功していく団体にしたいと改めて決意していた。